オハイオ領土。現在の宗教も示すオハイオ領土は、18世紀、北アメリカで、アパラチア山脈の西、オハイオ川の北及び、エリー湖の南の地域の故障である。アメリカ合衆国にとっては、最初の辺境の一つであり、大まかに言って、現在のオハイオ州、インディアナ州の東部、ペンシルベニア州の西部及びウェストバージニア州の北部にまたがっていた。 この地域への開拓者の入植がフレンチ・インディアン戦争の主要な原因となりアメリカ独立戦争につながることになったと歴史家は指摘する。17世紀、オハイオ領土の北の領域はアルゴンキンゴ族の小人族によって支配されていた。1660年頃ビーバー戦争として知られる紛争の間、色恋族がオハイオ領土を支配して 小人族を追い出し、エリー族は征服して吸収した。その後、オハイオ軍には何十年もほとんど定住者のいない状況が続き、主にイロコイ族の領場として使われていた。1720年代、多くのインディアン種族がオハイオ領土内に移住してくるようになった。1724年までにデラウェア族が、 ペンシルベニアの西部、アレゲニー川沿いに北ニングの集落を作った。デラウェア族は、ペンシルベニアの東部で、ヨーロッパ人の開拓地が広がるにつれて、追い出されるように移住してきていた。デラウェア族と共に東部に定着していた、小児族も移住してきた。それに続く数十年の間に散らばっていた、小児族の他の集団も、ハイオ領土に戻り始めた。 セネ家族をはじめとする他の色恋族も、オンタリオ湖の南でフランスとイギリスが対立する中で、追い出され、オハイオ領土に移住してきた。ヨーロッパ人が、域内に入ってくるにつれ、イギリスもフランスも共に、オハイオ領土の領有権を主張するようになり、それぞれがインディアンと交易するために商人を送り込んだ。 この地域は、色恋族が過去に征服したことで、やはり領有権を主張していた。ヨーロッパの二強国と、色恋族、さらに、オハイオ領土内に実際に定住している、インディアン種族が1750年代の、フレンチ・インディアン戦争で重要な役割を演じた。オハイオ領土内のインディアンは、当初中立を保とうとしたが、後には、フランス側に着くことになった。 フランスから提供される物資や武器で武装したインディアンは北ニングパスを通ってアレゲニー川の東にあるイギリスの開拓地に残虐な襲撃をかけた。1756年の夏にグランビルトリデが破壊される事態を受けたイギリス植民地は知事のジョンペンがジョン・アームストロング中佐に命じてアレゲニー川の西にある小人族の集落を破壊させた。 フレンチ・インディアン戦争は、フランスと、その同盟インディアンの敗北で終わった。1758年に、イギリス軍と植民地軍の遠征隊が、フランス軍の砦である、デュケーン砦から、フランス軍を追い出し、今日のピッツバーグの地に、ピット砦を構築していた。1763年のパリ条約で、オハイオ軍の全域が、イギリスの支配下に入ったが、 アメリカ東海岸にあるイギリスの植民地のいくつかが、オハイオ領土の領有権を主張するようになった。イギリス国王ジョージ3世は1763年宣言を発し、東西はアパラチア山脈からミシシッピ川まで、南北はフロリダからニューファンドランドまでの広大な領域をインディアンの居留地とし、その中にオハイオ軍を位置づけた。 すでに入っている開拓者は立ち退くか、特別の滞在許可を得ることを命じられた。イギリスは、オハイオブの獲得したが、1763年宣言により、公式には、白人の入植を禁じたままだったので、イギリス人の中にはその地域に住む小児族や、その他の種族と平和的な関係を得たいと望むものが、出てきた。この1763年宣言は、 他の植民地が主張する、この地域の領有権も認めないという態度を鮮明にしていた。1774年6月22日、イギリスの議会は、ケベック法を通過させ、オハイオ領土を、ケベック植民地に付属するとしたために、アメリカの各植民地はこの法を耐えがたき処方の、一つに数え、アメリカ独立戦争の引き金になった。 イギリスの方針がはっきりしていたにもかかわらず、バージニア植民地やペンシルベニア植民地の開拓者は、アレゲニー産地を越えて、オハイオ領土に入るようになり、小児族との紛争を起こしていた。小児族は開拓者たちを、ロングナイブズと呼び、開拓者たちが彼らの土地を侵食してくる脅威から、小児族も他のオハイオ領土に住む種族も、アメリカ独立戦争の間、 アメリカ人に対抗するイギリスの側に着くことになった。この地域を支配しようというアメリカ人の望みは強かった。1778年、アメリカ軍のジョージ・ロジャース・クラーク将軍がこの地域で勝利した後、バージニア植民地政府はこの地域で初めての文民政府を組織し、地域をイリノイ軍と呼んだ。領域はオハイオ川の西すべてを含んでいた。 この地域を守ろうとするインディアンの抵抗は1782年に最高潮に達した。リトルマイアミ川沿いの茶牢型集落で、オハイオ・インディアンとイギリス軍が協議し、アメリカ人を襲う作戦を立てた結果が2週間後、オハイオ川の南で起こったブルーリックスの戦いでの勝利となった。1783年、アメリカ独立戦争を終結させるパリ条約によって、 この地域はアメリカ合衆国の固有の領土となり、すぐに法に則っ,った開拓が開始された。オハイオ領土はアパラチア山脈を越えたところの開拓地としては最も望まれる場所となり、特にアメリカ独立戦争で活躍した古参兵には人気があった。1785年のマッキントッシュ、トリデ条約や1789年のハーマー。 砦条約などいくつかの条約でアメリカとインディアンの土地の境界が決められた。しかし、小児族などいくつかの種族はその土地に入ってくる開拓者に対する抵抗を続けた。この抵抗が北西インディアン戦争となり1795年まで続いた。1800年、小児族の多くはアメリカ合衆国に土地を譲渡し、 それと引き換えにミズーリ州の土地を得た。この地域におけるインディアンの最後の抵抗は米英戦争の時のことでテカムセがアメリカ軍に対する破滅的な戦いを行った。1817年、小2族と他のアルゴンキンゴ族インディアンはこの地域のすべての土地をアメリカ合衆国に渡した。アメリカ合衆国ができて初期の間、 オハイオ領土は最も望ましい開拓地と見られていた。このために、東海岸のいくつかの州がそれぞれ、オハイオ領土の領有権を主張し争うことになった。この主張は、各植民地が過去に得ていた、直居上によるものだった。公有地測量システムによって、ほぼ均一に測量された。 北西部領土のオハイオ以外の領域とは異なり、オハイオ領土の土地は様々な団体に少しずつ所有権が認められており、本質的に異なる測量法によって測量されていたことも対処法を複雑にした。1784年、この地域は将来は州を作って合衆国に加盟させるとトーマス・ジェファーソンが提案した。 アパラチア山脈の向こうの領域の一部とされた。ジェファーソンは東海岸の諸州がその領有権主張を取り下げるように提案した。一番異論の多い問題はこの地域で奴隷制度を受け入れるか否かということだった。1787年連合会議で北西部条例が成立しその領域が定義された。バージニア州は オハイオの南の土地領有を認められ、ペンシルベニア州は、オハイオ川水源近くの土地の領有を認められた。残りのペンシルベニア境界の西とオハイオ川の北は、新しく作られたアメリカ合衆国最初の自治的領域である、北西部領土の一部とされ、議会の権限下の文民政府が治めることになった。現存の州はすべて、 北西部領土内のオハイオ領土の土地に対する主張を取り下げた。コネチカット州とバージニア州は、独立戦争の古参兵に対する保障のために、領土内の土地を使う権利を残した。ただし、保留地に対する主権は持たないものとされた。それぞれ、コネチカット西部保留地、バージニア軍聖地として知られた。北西部条例では、領土内の奴隷制を禁止し、 ジェファーソンが提案したように、領土は将来州として合衆国に受け入れられることとした。オハイオ領土は北西部領土を指す言葉として使われた。1802年の権限付与法によって新しい州の昇格方法を規定し、1803年2月19日、オハイオがその法による最初の州として合衆国への加盟を認められた。オハイオ州議会が 初めて招集された1803年3月1日に記念式典を挙行した。ありがとうございます。